本当に彼女たちの話した通りだったとは。急ぎの掃除が必要みたいだ。弱すぎ。なのにキリがないとはね。力の無駄じゃない。変えます。ない。ウォーミングアップだと考えよう。終焉の眉に匹敵するとか。この程度でこいつらもあのシャトやらの仕業だったら、やつは本当に王様になりすぎて自分のポジションもわからなくなったんだね。ちょうどいい。この機会に律者とは何かを教えてあげる。廃墟の剣。ムーンタッ。気のせい。私の力を制限してるの？いくら私に制限を加えても、雑魚は所詮雑魚。裏に隠れて攻撃する臆病者が私と勝負できるとでも思ってるの？弱すぎ。私は全てを変えます。制限が消えた。制限が解除された。それとも今の感覚の方が気のせい？今までと大して変わらないし、環境に慣れてないだけでしょ。そろそろウォーミングアップを終わりにして急いで片付けよう。何しろまだ山ほど面倒事があるんだから。はあ、本当に苦労しすぎ。あいつ、メイ博士のいいところを一つも覚えてなくて、人をこき使うところだけを覚えてきた。でもまあ、私にしかできない任務だし、有能な人ほど。はあ？廃墟の剣。何？
どうやら私たちの推論はほぼ正しかったようなのです。二つの世界の泡の融合はゆっくりでありながらも安定していて、止めることができないなのです。ここのエネルギーの波動は霊落の星とまるで同じ。この二つの世界がこんな風になったのもやっぱり社の仕業なのね。融合？じゃあこの先にあるすでに量子化した区域を通り抜けると、もう一つの世界の泡にそのまま入れるのかしら？ミステロ、二度も重症になって今にも死にそうだと思ってたのに、まだそんな冗談を口にできるなんて本当に感心しちゃうわ。力を使えないからこそ冗談を言う余裕があるのよ。それにただの冗談じゃないかもしれないでしょ。もういいわ、勝手にして。ここまで特に困難と言えるようなこともなかったし、そろそろ私も砂糖の鍵に適した空間座標を探さないと。運が良ければ少なくとも安全に世界の泡から出る方法を見つけられるはずよ。シュレーディンガー博士、プロメテウス、ここは二人に任せたわ。はい、キラさんが戻ってくるまでできるだけ社の弱点を見つけ出すなのです。もちろんミステルが無茶をしないように見張っておきますから。キラが私たちを救ってくれる方法を見つけられるように祈ってるわね。楽しみに待ってなさい。さて、偵察員さんはすでに自信満々で出発したし、私たちも彼女を迎えるためのプレゼントを用意しないとね。ここだと視界があんまり良くないわ。17号、もう少し融合区域に近づきましょう。ええ、わかりました。融合は臨界面で大量のエネルギーを放つかもしれません。油断せず慎重に進みましょう。まだ私の慎重さが足りないってことかしら。どうやら慎重という言葉には新たな定義が必要なのかもしれません。本当に圧迫感が強いわね。まるで私たちが向き合ってる敵はこの世界だって宣言してるみたい。変ですね、このエネルギーは。どうかしたの？より多くのデータが必要です。別の位置に行ってみましょう。どうやら融合区域に近づくほど崩壊エネルギーの密度が高いようなのです。しかし世界の泡の融合という現象にしてはエネルギーの分布が均一になりすぎていませんか。まるで動きがないような。待ってください、少し違和感があります。気をつけて。この身を刺さる。これどうやら相手は私たちの調査を歓迎してないみたいね。落ち着いて。壊れたりしない、超えさせないわ。伝説を再び目覚めなさい。やっぱりここのデータも同じ。まるで緻密な計算を行ったみたいです。
とにかく今の発見をもとにもう一度考えを整理するべきなのです。二人はエネルギーの分布を気にしてるみたいだけど、何か特別なことでもあったの？特別なのはエネルギー自体ではなく、エネルギーが発生する過程、もしくは理由です。通常の場合、物質はエネルギーの流れを通して比較的バランスが取れている状態になるなのです。わかりやすく言うと、水は低いところに流れる、なのです。なので、プロメテウスさんと私の最初の推測は、世界の泡の位置エネルギーの不均一が世界の泡の融合を促し、それによってエネルギーを放とうとしてる、だったなのです。しかし、今集めたデータを見ると、この融合は不自然です。雪崩や地震に似ているというより、むしろ緻密に計画された人為的な放火でした。つまり、シャは世界の泡の破滅を明確に望んでるってことね。確かに私たちが推測したように、シャという存在は、世界の泡を凌駕する、ある規則のはず。でも、一体どうして世界を破滅させることを規則の一部にしたの？その答えは、目の前にあるのかもしれません。世界の泡は自身の不安定さや互いに融合し合うことによって破滅し、大量のエネルギーを放出します。これは固有世界でよく見かけるエネルギーの獲得方法を思い出させました。はい。まるで核反応なのです。霊落の星の結末は核分裂に似ているなのですが、今の私たちの状況に似ているのは核融合なのです。この瞬間、融合していく2つの世界の泡はまるで巨大な原子炉のようなのです。その融合で発生するエネルギーが多いほど、その反応速度がどんどん上がり、そして世界の泡を完全に破滅させます。その中で放たれたエネルギーは社のものになるのかもしれません。もしそれが事実なら、奴の人為的な放火の動機にも説明がつきます。はあ、そう考えると、私たちが大事にしてた文明は奴にとってはむしろ流れ作業で発生する副産物なのね。じゃあ、もし完全に融合したら、私たちを含めたこの世界の泡のすべてはどうなっちゃうのかしら。かろうじて生き残るか、それとも消失してしまうの？わかりません。ですが、様々な形跡から見る限り、世界の泡の融合を遅らせる手段はありません。それこそが私たちが向き合おうとしている最大の危機です。もちろん世界の泡を凌駕し、社に対抗できるようなもう一つの規則があれば話は別ですが、それがない限り、世界に身を置く私たちがそれ自身の運命に抗うことは難しいでしょう。そう考えると、キラに希望を託した方が現実的でしょうね。だって、本物の終焉の眉と連絡が取れるなら、目下の問題も大したことじゃないでしょ？確かに、時間を見てみると、そろそろ彼女の方にも成果が。あ、連絡が来ました。キラ、状況はどうですか？何か協力が必要でしょうか？ごめんなさい。失敗してしまったの。この世界の境界は、消えたみたい。
砂糖の鍵の指示に従って、この閉鎖された次元空間を通り抜ければ、世界の泡と漁師の海が繋がってる本当の境界にたどり着けるはず。ここの雰囲気って、重苦しいわね。深く考えず、急いでここを通り抜けましょう。でも、世界の泡の境界まで行くのに必ず通る道にしては、少し長すぎるんじゃないかしら。今、何があったの？まあいいわ。時間がない。余計なことを考えてる場合じゃないし、引き続き進みましょう。どうしてこんなにも広々としてるの？目印になるものが何もない。私、迷子になってないわよね。まだ果てまでたどり着けてないの？一体どこまで続くのよ。ここは本当に世界の泡の境界へとつながる道なの？エネルギーの波動がない。世界の泡の融合で誕生した怪物もいない。戦闘があったっていいのに。少なくともこの道が正しいって証明になる。世界の泡の境界はこの先にあるはず。でも一体どこがその先になるの？早く道を探さないと。それが戻る道だとしても。戻る？とにかく、まずは他の人たちに連絡してみましょう。もしかしたら、何らかの方法を見つけているかもしれないわ。プロメテウスがくれた通信機器、ここでも使えるといいんだけど。ごめんなさい。失敗してしまったの。この世界の境界は、消えたみたい。どうやら今の状況は、私たちが予想していたよりもずっと複雑なようです。事故を避けるために急いで戻ってきてください、キラ。外の鍵で世界の泡を突破する計画が失敗に終わった以上、現段階で最も大事なのは力を温存することです。ごめんなさい。状況を甘く考えすぎてたわ。自分を責めないで、キラ。私たちが向き合ってる相手は、抽象的で強力で明確な意志を持つ敵なんだから。それに、別の方法を思いついたかもしれないわ。別の方法って？まずは合流してからゆっくり話しましょう。わかったわ。また後で。砂糖の鍵が記録したルートから戻れば、出発場所に戻れるはずよね。ええ、問題はないはずよ。
お帰りなさい、キラ。世界の泡の性質が融合によって変化した。それはどうしようもないことよ。あなたのせいじゃないし、落ち込む必要なんてないわ。ミステル、別の方法を思いついたって言ったわよね。一体何なの？それについてはキラの協力が必要よ。あの砂糖の鍵は高次元空間で効果を発揮できるって言ったわよね。つまり目の前のすでに融合してしまった区域にも効果があるってことでしょ？そうだけど、具体的な形はあなたが想像してるものと少し違うかもしれないわ。砂糖の鍵はかつてめちゃくちゃに壊されたの。修復するためにシュガーズはその権能を解体した。私が持ってるのは修復されたそのうちの一つで、全ての力を発揮できないの。具体的に言うと、効果を発揮するというのも、空間が展開するときに何らかの導きを与えるだけで、世界の泡の融合を止めることはできない。復元なんてもってのほかよ。構わないわ。それだけで十分だから。キラにしてほしいのは、融合してる部分を早めて爆発するように導くことよ。本当に特別なのは、キラがその操作をしてる間、私はその中にいるってことくらいかしら。どういう意味？あなたたちは賢いもの。別に理解できないことじゃないでしょ。もし本当にあなたたちの推測通り、この世界の泡が巨大な原子炉で、その稼働が安定して見えるなら、反応によって生まれた巨大なエネルギーは行き先を必要とするはずよ。おそらくそれが社のコアだと思うの。だからエネルギーが発生した瞬間、誰かがエネルギーの流れる方向についていくことができれば、この機会に乗じて社の本拠地を見つけられるかもしれない。その人がそこについてしまえば、根本的な部分から局面を変えるチャンスを手に入れる可能性がある。とても合理的なプランだと思わない？ミステル、あなたの言う合理的という言葉の意味が分かりません。まだ世界の泡の融合で発生するエネルギーについて十分に理解していないかもしれませんが、いくらあなたが強くても、そんなエネルギーの爆発の中で生きていられるとは思えません。だったら、生きていなくてもいいんじゃない？何しろ、私の本質は人類ではなく、成功によるイデアなの。私たちの生存状態は、もともと人類とは違うわ。体を失っても、その後の私は、精魂空間に戻るだけ。かつての私が何度も経験したようにね。それは別に損失じゃないし、むしろエネルギーの巨大な流れに入ることに向いてるわ。そう思わない？いえ、疑問に思いますが。私もおすすめしないわ。ううん。私がそんな計画に乗るわけないっていう方が正しいわね。ミステル、あなたのあり方はさておき、すべてがうまくいったとしても、そっちで何ができるのかはわからないでしょ？そんな漠然としたチャンスのために危険を冒すのは、全然理性的じゃないわ。もし、あなたが犠牲になった後、事態が考えた通りにならなかったら、あなたはどうすればいいの？その時は、運がないって認めるしかないわね。あなたね。でもその前に、
やっぱり自分の目で通用するかどうかを確かめたいのよ。私はわかってるの。いわゆる知ることと理解することは全然違うんだって。たとえ多くの代価を支払うことになっても、窮地に追い込まれた時に、私の選択がどんな未来を作り出すのか、この目、もちろん、その未来がみんなを助けられたなら、なおさらいいんだけどね。確かに私は、最悪な選択をしてるのかもしれない。けど、そんなの確かめなければわからないでしょ。それにこれ以外に思いつかないのよ。みんなを助けたり、ゼーレたちをここに招いた責任を背負ったりする方法を。まあいいわ。出任せの言葉に関してはあなたに勝てそうにないもの。それなら投票しましょう。成功率がわからない行動は全ての人が一緒に決めるべきよ。いいわね。時間は限られてるし、私たちで決めましょう。17号、少なくともあなたは私の考えを理解できるわよね。そうかもしれません。少なくとも機械生命体である私の寿命は長いので、あなたが聖魂空間からもう一度姿を現すまで待つことができます。もちろん世界の泡から逃げ切ることが前提ですが私がいない間は寂しい思いをしちゃうかもしれないわよ。考えすぎです。ねえ、どうして。遠い昔に、人々の選択は尊重するべきだと、ある人が教えてくれたんです。その相手がミステルでも、それとも、人の本質は、自分以外のために命を捧げることにあると、その人は言いました。シュレーディンガー博士は、さっきからずっと黙ってるってことは、ミステルの提案が奇想天外だって思ってるからよね。いいえ、ミステルさんの提案は大きな犠牲を伴うなのです。しかし今のところ最も実効性が高いプランなのは確実なのです。それに彼女にしかできないことなのです。ミステルさん、あなたに敬意を払うなのです。博士まで。博士、ありがとう。多分他の人たちも私と同じ立場にいたらきっと似たようなことをするでしょう。だとどうかしら、キラ。投票の結果が3対1ってことはもう私の提案を受け入れるしかないんじゃない？後で空間を起爆させるときは優しくしてね。確かに、おそらくこれが英語の意味なんでしょうね。世界の泡の複雑な特性を考えなくても。終わりのない時間の中で私たちが経験した全てはすでに別の形で起きていて、別の形で再演しているのかもしれない。
かつて終焉を見届けたあなたなら、他の人たちよりも理解できるでしょうね。それで、それが価値のある遺言だとは思えませんが。死ぬ直前まで無駄話をしてるってことかしら。でも厳密に言うと、私は死なないわ。さて、この時間をうまく利用して最後にもう少し教えましょう。さあ、私の口調を真似してみて。人を見送るときはこうするのよ。何はともあれ、私はあなたのことを気に入っています。たとえ失敗したとしても、私はあなたと一緒にいた時間を永遠に覚えています。こんな風に言ってみて。こういう時こそ遺憾を残さないように気持ちをきちんと伝えるのよ。他の人がここにいたら、きっとあなたは重傷だと思われるでしょう。それに、目の前で消滅していくイデアを観察できるなんて滅多にない機会です。私にとっては願ってもないことです。本当に心にもないことを言ってるのかしら。でもこうして考えると、あなたはより人類に近づいたわね。あの時話したいことがいっぱいあったのに、そういう遺憾をたまには体験してみるのも成長にいいと思うわ。あ、そういえば思ったよりも準備作業に時間がかかったわね。私ったらまた難しい希望を口にしたのかしら。しかしよく考えてみると、今の準備作業にアクシデントが起きたり、もしくはあなたが去った後に結局私たちが社に負けたりしたら、最悪の可能性に陥っている私たちの中で、むしろあなただけが生還できるかもしれませんね。それが生還だとは思わないけど。私にとっては有限の時間でも、普通の人間にとってはそうとは限らないわ。人類の基準で言うと、私がこれから向き合うのは死じゃなくても別れなの。つまりこれが簡単に受け入れられる代価だとあなたは軽率に思っていないのですね。もちろんよ。生を全うしたから何の遺憾もないようなお年寄りじゃないわ。それでどうしてこの話になったのかしら。あなたは救済と称する成婚の結晶ですが、事実は真逆でとても自己中心的な存在ではないかと私は考えています。人類の基準で言うと身勝手とも言えます。いいでしょう。別に間違ってないって認めるわ。それで？身勝手な人にとっては、世界の泡の存続や住人たちの存亡、赤の他人の結末なんてどうでもよくて、絶滅危惧種の絶滅の方がよっぽど衝撃的なのでしょうね。ですから気になるのです。今のあなたの行動にどういう動機があるのか。だからおそらくこれが永劫の意味だって言ってるのよ。終わりのない時間の中で私たちが経験した全てはすでに起きてる可能性があるってだけじゃない。必然と言っても過言じゃないわ。そして必ず再演するの。もしかしたらもう一つの宇宙で
私たちは詳細も全部一致するような会話をしているのかもしれない。それはあくまで哲学者の独りよがりだとあなたなら分かっているはずです。でも可能性がないわけじゃないわ。そうでしょ？どうしても私の身勝手に言い訳をするなら、私の遺憾と恐怖が終わりのない時間の中で何度も繰り返されるって考えると、どうしても我慢できないの。今まで私は運命の脇役だった。自由に動けても結局何も変えられなかったのよ。だから生き方を変えようって考え始めて、つまり自分が主役になってできるだけ後悔しないように動こうって思ったの。その結果、いいことも悪いこともあったけど、永劫というスケールで見ると、少なくとも今の私には何も恥じることなんてないって思ってるわ。どうしてそんな風に遠回りするのか理解できません。あなたはただ主観的に自分が悪人になりたくないだけでしょう。それもあなたがイデアだという性質ゆえだと思います。まあいいでしょう。あなたの望みに従って今はマイナス評価をしないでおきます。あら、そんな角度で問題を考えてるの？でも私たちのような人ならざる者にとって永遠を持っていたとしても、それなりの代価があるって考えたことはないのかしら？ある意味で唯一私が羨ましいと思っている人類の性質は、死んで魂が消えることなの。別に不死の苦しみなんてありふれたことを言いたいわけじゃないけど、ただ死ぬことが人類に対する世界の情けなんじゃないかしら。短い人生の中で彼らが得たあらゆる遺憾、恐怖、苦しみは死と共に消えて何の痕跡も残さない。もし事実がそうじゃなければ、どんな世界にも必ず対立する天国と地獄が現れて、少数の幸せは大多数の苦しみと究極の対比になる。ですが、それは本筋からそれた話です、ミステル。もう結構です。え？まさか。あら、もう準備ができたの？すべて完了なのです。まだ最後の一歩が残っているなのですが。私が中に入るための準備かしら。はい、ミステルさん用の出入り口の他に、シグレキラさんはすでに空間を密閉する作業を完了したなのです。私たちが予想した融合反応がひどくなることを防ぐために、彼女はできるだけ現状を維持してくれているなのです。つまり私も急がないとってことよね。待って、ミステル。あ、そうだ、17号最後にもう一つ手伝ってくれないかしら。とにかく今まで大喜びや大泣きしてる私を見たことがないんでしょ？私にとっても一応それは恥ずかしいことだから。だからね、できれば感傷的な話をしないようにしてくれる？次に会うのはいつになるかわからないけど、本当に死ぬわけじゃないし、少し余裕を持たせてほしいの。
そうします。行きましょう。ええ。そういえば、本当にすごい偶然よね。来る時も去る時も、目の前の景色は一面の純白。とても気に入ってるわ。あら、あれは。何でも知ってると思ってたけど、私もたくさん見落としていたようね。ところで17号、その機体にはカメラ機能があるんでしょ？写真を撮ってくれない？ここ素敵でしょ？天国の中で善行を行う者はいない。彼らはもともとそうであったから。地獄の中で悪事を働く者はいない。彼らももともとそうであったから。そうよね。人間の世界だけがこんな。行きましょう。ごめんなさい。少し時間がかかったわね。状況はどうかしら？順調よ。人為的に分割した後、空間融合の勢いが強くなったけど、まだ維持できてるわ。別に、今すぐ入らなくてもいいのよ。ありがとう。心配しないで。他にしなければならないことはないわ。でも、考えたこともなかったわね。この景色、二つの世界の融合というよりも、まるで天地が裂けるように見えるわ。たとえ理論上であったとしても、どんな形の融合も穏やかなものではないなのです。ええ、あらゆるものは互いに異質だからね。それはとっくに。つい雑談してしまったわ。本題に戻りましょう。あとは私が中に入って、みんながその区域をこの世界の泡から完全に切り離せばいいのよね。基地の部分で考えると確かにそうなのです。基地の部分？はい。融合の具体的な原理はあくまで推測なのですから。その区域が完全に切り離された後、どんな異変が起きても私たちはあなたを助けられないなのです。ええ、それは覚悟してるわ。というより、みんなにも決意を固めてもらいたいの。どんな予想外の状況を目にしたとしても、私のためにこの空間を開かないでほしい。まあ、こんな風に言うのは私のうぬぼれかもしれないけど。ふん、融合がひどくなった後はたとえ私たちがそうしたくてもできるわけがないでしょ。そうだといいわね。さて、そろそろ出発しましょう。外の鍵が受けている圧力を見ると、確かにすぐ行動するべきなのです。密封と切り離しの作業が終わった後も、私を通して一定の連絡が可能だと思うなのですが。すみません、あなたは
天地の弱滅という状況に一人で向き合わないといけないなのです。つまりこの試みが失敗かどうかに関わらず、少なくとも私は最後の時にメッセージを残せるってことかしら。もちろんなのです。あなたの残したメッセージはかなり重要で、今後の行動原理に直接的な影響を与えると思うなのです。わかったわ。じゃあさようなら。みんな、かっこ悪いところを見せてしまうかもしれないわね。17号、向こうまで付き合ってくれるかしら。お断りします、ミステル。それにあなたに別れを告げるつもりはありません。あなたはしばらくここを離れるだけで、何があってもこの漁師の海にいるはずです。そんなに重く考える必要はないと思います。実に厳しい論理的判断ね。私が気づいていないうちにいろいろ変わったのね、17号。そうだ、他の約束もしておきましょう。今度会うときは新しい名前をプレゼントしてもいいかしら。プロメテウスはどちらかというと名字に見えるし、今考えると17号ももうとっくに似合わなくなってるわ。あなたの美的感覚はあまり信用できません。ですが意見を述べるくらいは構いません。私を信じなさい。何しろ私には考える時間がたくさんあるはずだもの。じゃあこれでおしまいね。ミステル、あなたが何を怖がっているか、私に、あなたが答えを必要としているなら、今この瞬間にそれを渡すこともできます。いいえ、遠慮するわ。あまりにも幼稚だもの。ここは自分で探させて。話したいことはいろいろあるけど、今は急ぎましょう。あっちよね。シュレーディンガー博士、私の声は聞こえるかしら。もうここに着いたわ。大丈夫なのです。キラさんは密封されたこの区域の出入り口を同期していて、時間はかからないので準備をしてくださいなのです。準備ね。確かに短い時間だったわ。あとは私個人の任務ね。そうは言うけど今は特にやるべきことがないのよね。あれは
なるほど。確かに全てがエネルギーに変わろうとしてる。このままだと融合が完了するまで持ちこたえられそうにないかも。本音を言うと、この姿に満足してるし、できればあまり真剣になりたくなかったけど。でもたまに本気になっても悪くないかもしれないわね。ある意志を敵に回すより、やっぱり消失自体と勝負しましょう。終わったわ。速度は予想よりも少し速いなのです。つまりこれも予習みたいなものかしら。私たちのいる場所もこれから。世界の泡を基準にするなら十分ゆっくりな破滅ですが、ミステルとの通信はまだ正常に行えますか？はい、彼女と直接やり取りするなのですか？いえ、彼女が無事メッセージを残せるか確かめたかっただけです。うん。プロメテウス、私はあなたのこともミステルのこともよく知らないけど、もし彼女が長期間離れるなら何か彼女に伝えた方がいいんじゃないかしら。その必要はあるのでしょうか？うん。そう聞かれてもうまく答えられないんだけど。でもまだバルキリーだった頃、私はある特別な先輩と知り合ったの。先輩は B 級バルキリーだけど、普通の人よりもはるかに強いメンタルの持ち主で、例えば死の窮地に追い込まれても先輩は何の動揺も見せなかった。そういった面で言うと、先輩は私の憧れのセシリア様と同じくらい頼もしい人だった。でもあの日、いつも厳しい彼女が一人で訓練室の隅っこに隠れて、呼吸もままならないほど泣いてたのを見たの。何が言いたいんですか？私にも知人の男性がいますが、メンタルの強さに関して彼に勝てる人は誰もいませんでした。そんな彼でも戦場で涙を流す時がありました。それはそうだけど、何しろ人には耐えられないことがある。でも私が違和感を抱いたのは、何かあったんですかって先輩に聞いた時、先輩は任務で犠牲になった仲間のことを思い出したって答えたの。相手の死を思って泣いてるわけじゃなくて、些細なことのために泣いてるってね。だって先輩の仲間は任務中に致命傷を受けたけど、一瞬で死ぬことはなかったから。その死に際で他の生存者が逃げられるように、彼女はずっと近くの崩壊獣を追い払おうとしてたのよ。賢い選択です。当時の先輩もそう思ったわ。でも数年後に彼女が訓練室で偶然そのことを思い出した時、急に後悔の念に襲われたそうなの。彼女がそのまま死んでいくのを数時間も見ているしかなかったのよ。あの時何もかも投げ出して彼女のそばに行って強く抱きしめるべきだったわ。そうしたら
私が彼女を行くべきところへ連れて行こうとしてるって伝わったのに。シュレーディンガー博士、ミステルとの通信をお願いできますか？やっぱりね。彼女に注意事項を伝えますので。あのね、すみません、あなたが話した状況は理解できますが、私の結論は少し違います。彼女の後悔は死者の遺憾をなくすためか、それとも彼女自身の遺憾をなくすためか、どちらだと思いますか？誤解しないでください。私の理解では、そもそも優劣などありません。ですが、ミステルが、その話の中の死者ではないことは、わかります。でも、今後のことを考えなくても、彼女が辛く感じるとは思わないの？もちろん思います。ですが、相手に十分な空間を与え、自ら苦痛を背負うという相手の選択を許すことは、私が与えられる最高の尊重なのです。彼女の友人として。地獄はあなたの行くべき場所じゃない。あなたが持ち歩くべき荷物だ。だから死に際ってかなりプライベートな時間だと思うのよね。どうしてもこの時間を邪魔しないといけないの？返事をするつもりはないの？それもそうね。現状からして自身の存在を示すだけで、すでに。喜ぶのはまだ早すぎたってことね。最後に私が向き合う敵は、実際にやはりある意志なの？そんなこともう飽きたのに。でもあなたが見せた能力からすると、私はこんな優位者だけが持つ優しさを見せるべきじゃないのかしら。それに、あなたがこのタイミングで姿を現すことを選んだ以上、私の推測は間違ってないわよね。道理で今回の目的は、その手で私を消すことって言ったのね。融合によって生じたエネルギーには、帰る場所がある。そして、あなたの判断では、私にも根源を追求する能力がある。
いいでしょう。私にとってはもう十分よ。私個人の気持ちを話すと、むしろあなたがここに現れて私の行動をより難しくしてくれたことを嬉しく思ってるわ。でないと、ただここで死を待つような行為は素晴らしい仕事とは言えないもの。あら？理解できないの？認めたくはないけど、生まれつきの性質ゆえか、私に対する17号の評価は正解だったわ。いくら自分を説得しようとしても、心から他人の運命を気にすることができないの。たとえもう少ししたらここが完全に破滅すると知ってても、それまではゲームを楽しむような態度をやめられない。軽いと言われてもいい、共感性がないと言われても構わない。それがイデアとしての欠陥なのかもしれないけど、ねえ、どうして私が出発する前に17号の答えを断ったか知ってる？彼女がくれる答えはとっくに分かってたからよ。今この瞬間、私はようやく動揺を感じたの。そんなの分かりやすいでしょ？だからあなたがここに現れたのはいいことかもって言ったのよ。自画自賛も少し入ってるけど、大半の状況では私は強すぎるのよ。選択できない場面なんてなかなか体験できないのよね。そのせいでこんな風に自分の心を確かめることもなかった。現れてくれてありがとう。おかげで弱者としての感覚を体験できたわ。それにこの区域が完全に融合するまで、あなたが私を殺せなかったら勝者は私よ。この機会を通して人類の感覚を体験できるわ。生まれて死ぬ運命だけど、どう年を取っていくか、どう死ぬかを選んだ時、彼らは同時に自分の生き方を決めることになる。それに勝てないなんて別に私は思ってないわよ。成婚計画が成就した時にははるかに及ばないけど、イデアというものはその中で最も弱い存在でも無限にたどり着く可能性があるのよ。それにこの瞬間、私は初めてこれからの戦闘にこんな興味を持ったの。あなたがどれほど強いか、どういう悪意を持ってるかわからないけど、今は使わせてもらうわよ。今日が終わったら私も知ることになるでしょう。高貴な品格もなく身勝手な存在といえるものが、正しい選択によってシャニアテと名乗れるかどうかを。
あなたの心拍数は正常ではないようですが。ええ、爆発、融合、形は違いど、霊落の星が破滅した本当の原因はおそらくこのレベルの衝撃波を受けたからでしょう。ミステルはどうしてるの？通信はまだ切断されていませんが、もう長い間返事をもらっていないなのです。正確に言うと、あの区域は完全に静止している。いわゆる第四は規制なのかもしれないなのです。彼女にとって私たちが送った信号も同じなんでしょうか？わからないなのです。ですが今観測した状況を見ると、私たちがメッセージを送ることができたとしても、彼女にその内容を理解する余裕はないと思うなのです。これで終わりなの？やっぱり無理だったのかしら。でも別に何かがあったってわけじゃないでしょ。何も話せないのは全てがうまくいってるからかもしれないし、あとは私たちにできることはないのかしら？もちろんあります。ですが今から次の行動を決めるのはいささか早すぎるかと思います。早すぎる？はい。私の知っているミステルなら、今私たちが目にしているあの光景が彼女の最後だとは考えられません。まずは彼女が消えたあの区域に行ってみましょう。これはまさかミステルは無事なの？ポジティブに考えすぎです。これは彼女が残した無教です。あ、つまり彼女は私たちのために何かを残してくれたのね。はい。ミステルはわざとそうした時がありますから。単に表現欲だけで見ると、彼女にもアイドルになれる可能性があるかもしれません。今回は仕方なくかもしれませんが。つまり？ええ。17号、あなたの推測は間違ってないわ。あのもの確かに存在している。そしてどう
ういうこと？プロメテウス、今のは普通なの？彼女が以前に残した無境でもこういった状況があったりした？正確に言うと私にもわかりません。今日ですら彼女の行動原理が理解できませんから。ですが理由はわかりませんが、彼女が最後に私の推測は間違っていないと判断した以上。それは一体何なのです？後でゆっくり説明します。その前にシュレーディンガー博士、四季の律者の居場所を最速で見つけ出してください。彼女が何を試そうとしても直ちに止めなければなりません。四季の律者？はい、以前彼女にあるお願いをしました。あの時は必要があったのですが、今は基地の情報のために彼女を敵の手で死なせるわけにはいきませんから。ちょっと、彼女と一緒にしないでほしいんだけど。